はい、沖縄ラブウェブ TV をご覧の皆さん、こんにちは、沖縄ミュージックジャーニーアフタートークということで、今日も素敵なゲストに来ていただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。ギターボーカルのシンです。はい、ベースの高見です。はい、ドラムのゆえです。はい、ギターの東洋です。はい、せーの、トドロキでーす。よかったよかったよかった。車轟き、ね、はい、いや本当にね、ミュージックジャーに来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。今回スタジオライブも3曲、はい、ね、やっていただきました。緊張した？どんなだった？一応いつもよりかは緊張しました。いやでもね、本当に良くて、スタジオライブやってる時うずうず泣いてたもん。いやもう推しのバンドがもうこんね、ね、近くでね、ヤーマンの歌、いやそう、みすず推しでした。そうなんです。ちなみにね、はい、トドロキのいいところ、トドロキのいいところ、推しポイントどうぞ。いやもうみすずさんから、全部いいです。全部いい。ダメじゃん。全部いいですもんだって。いや歌詞も喋り手としては、そうですよね、そうですよね。もう心に響く歌詞もそうですし、はい、新さんの素敵な歌声もそうですし、皆さんのこの仲の良さが出るこのセッションもそうですし、ね、もう全部いいです。それを受けていかがですか、新さん。嬉しいです。それは嬉しいしかない。嬉しいしかない。ちょっとプロフィール、はい、紹介しておきましょうか。はい、はい、沖縄県沖縄市出身の4人組バンド、はい、うん、メンバーはギターボーカル新さん、はい、ベース高見さん、そしてドラムのゆうやさん、ギターの東洋さん、うん、で地元の同級生で2020年に結成されました。2021年にミニアルバムピース、2023年にミニアルバム愛しかない、シングル平和、そして2024年2月シングルチルチルモーニングをデジタルリリースしました。はい、ということなんですが、皆さんが、宮里中の同級生、はい、うん、ね、近いんだよね。そうなんです、私お隣沖縄東中なんで、ね、そう、沖縄市の宮里中の幼なじみとオレンジレンジ風神だね。もうまさに ね、クラブも一緒だったの。いや、高見は、うん、バスケやって、バスケやって、残りはサッカー、サッカーやって、ポジションは僕は左ベンチです。左ベンチ面白い。自分は右ベンチ。そして、ボランチをやってます。はい、なかなかな、ね、そしてバスケットと。そうですね。ね、このチームワークよ。ね。で、まあ、結成して、で、アルバムをね、何枚か出してるんですが、今のところの最新これだよね。はい、タイトルどうぞ。愛しかないです。はい、愛しかない、こういうのある。どういうアルバムですか？これは本当に、うん、愛しかないな。いや、それしかないですね。5曲入りで、はい、でも、ね、初めてこう、はい、この前に出した「ピース」っていう EP は、はい、僕がタックロックでなんか作ったりしてて、うん、はい、これが初めてレコーディング、うん、4人の音をちゃんと入れたアルバムです。なるほどね、はい、イガルスタジオのあかりあつしさん、大変お世話になったので、ありがとうございます。なんで俺が言うんだよ。そうっすね、ありがとうございます。いや本当にいいアルバムで、ね、ぜひね、皆さんにも聴いていただきたい。そしてライブが決まってんだよね、みすずの方から言ってもらいましょうか。はい、誘導かけるロータイドセッションライブに対バンとしてご出演されます。日程は4月6日土曜日、沖縄市損田にありますマチャズにて行われます。はい、時間は会場午後7時、うん、開演午後9時からです。料金は2000円です。ぜひ足を運びください。はい、ライブいいんでね、ぜひね、足を運んでいただきたい。そしてあれだよね、なんだっけ、新しいミニアルバムをリリースする予定があるとかっていう、はい、いつ頃ですか？ちょ4月もまあさ、まあできれば早めにっていう感じなんですけど、4月の早めに、まあ、10日ぐらい10日ぐらい10日ぐらい、はい、こうなんか期間もなんかこうチルい感じ。そしてタイトルがチルリスト。あ、そうです。チルい感じで、何曲入り？6曲入り、6曲入りに、ね、なりますので、ぜひね、お買い上げいただきたいなというふうに思います。じゃあ最後にね、一人それぞれからメッセージバーを番組に出してください。沖縄ラブウェイをご覧の皆さん、こんにちは、からが生えてるので。どうぞ、一言どうぞ。はい、まあ、はい、ライブを見に来て、音源 もたくさん聴いてください。お願いします。ありがとうございます。爆笑した。はい、CD もぜひ買っていただいて、YouTube も見ていただけたら嬉しいです。お願いします。
まあ、また愛を持ってこれからも音楽届けたいと思いますので、ぜひライブも見に来てくれたら嬉しいです。沖縄ミュージックジャーニー最高。ラバーのピュラバーすごく感じました。じゃあ、 最後にミスズの方から推しポイント。え、まさっき言いましたけどね。いやもうだから本当にライブが素晴らしいし、もう見に行ったら皆さん惚れると思いますので、はい、ぜひぜひライブに足を運んでいただきたいなと、はい、私と一緒に轟さん推してほしいなと思っています。はい、よろしくお願いいたします。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで皆さん、マタリティー。はい、ありがとうございます。ここはジャーニーだろうっていうな。